28.00 で全ての演技を終了しております。瀬尾選手もこれは上位に入りそうです。瀬尾選手もなかなか上位に入りそうです。ソビエトのプリアヒナ選手ですね。プリアヒナ選手ですね、はい、世界ではこの選手がこの上がり方初めてです、はい、面白い入り方だったですね。そうですね、ロンダードから1回ひねって、はい、ガインの姿勢から後方に、回転しているわけですね、はい、真ん中に確かひねりが入るんですね。そうです、中技でここですね、はい、B の 0.2 の加点になるわけです。これは世界で何人ぐらいやってるんですか、このひねりは。この選手だけだと思いますね。私今まで見たことございません、はい、成功しました。ああそうですか、はい、もう一箇所ひねりのところがあるんですよね、あそうですか、そこの部分も見ていただきたいと思います、はい、手もとても可愛い美しい動きしてますね。そうですね、はい、可愛らしいんですよね。そうですね、ここですね、はい、ちょっとふらつきましたね、はい、1m36cm です。まだ14歳。ユルチェンコ選手とは誠に対照的な選手であります。昨年カルスルエで行われました、はい、ヨーロッパジュニアで第3位ですね。最後はムーンサルトスが尻も調子いいな、まあ、もったいないですね、もう加点加点の連続ですからね、はい、もう完全に10点満点の中から、まあ、減点するとしてもやっぱり確実に 0.5 が引かれてしまうわけですよね。最後で内容がいいだけにもったいない感じしますね。ですね、はい、なんか来年の世界選手権、それからソウルのオリンピックのこの選手は秘密兵器みたいですね。そうですね、はい、これは面白い選手が出てきて、お知らせをご覧ください。